すいません。ごめんなさい、私アラームを設定してたやつがなんか何分か経ったらまた鳴るやつでアラームが鳴りました。ごめんなさい。おはよう。納豆はね、小粒派。粒派ですね。おはよう。おはよう。何も入れないです。でもキムチを入れることもあります。でもね、お豆腐も好きなんだけど、お豆腐と納豆とキムチを食べます。夜パルマ食べたことはここでここで何か聞きますって。いや、パルマなら全然いけるよ。230カロリーです、パルマ。余裕だよ、いける。えんちゃんハートありがとう、ありがとう。ポトフとファンタジー美味しそうですね。厚揚げ納豆美味しそう、食べたい。ホスターさんこたつありがとう。昨日は STA でも我慢したし家でも我慢したので一食を何も口にしませんでした。ハトシンデさんかわいい、ありがとうございます。晩酌って何？よくわかんない。今日は仕事なのでお話しかできないです、すみません。いえいえ、全然全然。晩酌って何？どういう意味だろう。ウォーターさん、うん、バラありがとうございます。夜お酒を飲むこと、あ、しないですね。ん？夜、うん、しないかも。おはよう、おはよう。ゆうりさん、ペンライトありがとう。おはよう。そうなんだ。じゃあ晩酌しない、しないの？ん？わかんない。よくわかんない。よく見てなくてわかんないです。おはよう。おはようございます。あ、キムチ納豆は自分で生み出しました。ヨッシーさんペンライトありがとう。揺れちゃうんですよ。タツおじさんこたつありがとう。つかっちさんバラありがとう。さらちゃんおはよう、おはよう。りんさんハートありがとう。サラはしないですよ。
今日は配信の隙間で髪を切りに行きたいと思います。なんかまあそんなずっと切らないんですけど、マモルさんハートありがとう。テロップすごいありがとう。おはようございます、お疲れ様です。めちゃめちゃ可愛い、ありがとう。メタロさんハートありがとう。そう、病院予約してます。なんかね、美容院の人がその STU でやってもらってる人だから仲良くて、話すのが楽しいんだよね。その人も乃木坂さんが好きで、乃木坂さんの話とか、あとはなんか普通にね、おすすめのスキンケアとかの話をした。それ普通。おはよう、前太郎さんハートありがとう。なんか聞いて思い出した、この前ランニングしてたんですよ。そしたらね、なんか結構ななんか80歳くらいの女の人が いて、そう、私と通りすがった正面からその女の人が歩いてきてて、私と隣になった時になんか肌白いねって言われたので、でサラはあのコミュ障だったので、あーみたいになってて、あーみたいな言ってて、そしたらパッて手を掴んできて、で腕をパッて掴んでて、なんですかみたいな、意味が分からなかったんだけど、でもね、ジュランみたいな日本語じゃない言葉を言われたんです。そしたらジュランとかはジャカルタ語で、ジャカルタ？ミャンマー？なんかよく分かんないけど、なんかどっかの言葉？なんかアメリカ、ごめんなさい。トヨちゃんハートありがとう。すみません、ごめんなさい。なんかね、いや、わかんないんだけど、止めました、ごめんなさい。大丈夫になりました。これで、ね、どっかわかんない国だったん、どっか私が行ったこともないし日本人があんまり行かない国だったんですよ。それで何々のどこどこの国の言葉でかっこいいって言われたんですよ。でなんかそれを言ってる最中、その方が終始真顔なんです。かっこいいって言われるんです。だからなんか一瞬なんか、いやなんかさ、ハラが夢を見てるというか、時々あるじゃないですか、世にも奇妙な物語とかで、そういう片桐杯里さんが演じてそうな、なんか自分がなんか幻覚を見てるのかと思ったんですよ。急にバッて腕を掴まれて、なるなるだっていう日本語じゃない言葉を言われて、いや足あったよ、あったけど、なんかちょっと怖くなってきたよ。カズさんこんばんありがとう。なんで
いや、その日本語じゃない言葉を呪文のように言われた時は一番最初はちょっと怖かった。じゃらなーなーって。でもね、真顔でね、めっちゃこんな顔なの。こうやってシリアスな顔なの。リンさんかっこいい、ありがとう。どうなんだろう。身長はいや、猿よりも低かったんですよ。だいぶ私よりだいぶ低くて、なんで手をつかまれたんだろうって今思ったよ。おはよう。なんか不思議だったんだよ。その方は白いって言ってたけど、その方もめっちゃ白いんです。アジア系、ね、どこの言葉だったか全然覚えてないな。よく覚えてないけど、スケモンさんバラありがとう。さらわれないで。誘拐しようと。でもね、サラよりちっちゃくて細いから、サラ重いから誘拐できないと思う。いや、なんか違う世界に誘われてるのかもしれない。なんかね、本当に世界仰天ニュースで見るワンシーンみたいだった。チャッチャララッチャララッチャララチャッチャララッチャララッチャララチャララララララチャッチャララッチャララッチャララって曲知らない？本当にそんな感じだった。あなたはなんとかなんとかですかって。テュエールさん、バラありがとう。怖かったよね。まあお昼だったし、いや人が多くて、そう、別にそのさらわれるっていう怖さはなかったけど、いや本当よ、世にも奇妙な物語だった。本当にそのタモリさん出てきた。異世界に召喚されたかも。いや宇宙人じゃないですよ全然。見た目は、今日15分のテロップ出たっけ。あれあれれ、意外と異世界の扉はどこにでもあるぞって、どういうこと。みんな異世界への扉だなって思う瞬間と出会ったことはありますか？ 異世界への扉だみたいな、ああこれが異世界への扉だって思うような瞬間あるの？そうはない。未来人かも。でもだったら何か予言をされそう。そう、髪がボサボサなので髪アップです。まだなんかないよね。いやー、でもね、異世界の扉はないけど走馬灯かなって思ったことはある。ああこれ走馬灯なのかなって思ったことはある。おはよう、おはよう。時々不思議な感覚になる。おはよう。今日テロップ出た？15分。あれ？今出たよ。嘘、どういうこと？ 違うよ。危険なことじゃなかったよ。全然。全然死にそうになったわけじゃないよ。死にそうになってない。テロップさ、57分なんですけど、今。なんで今見てたんだろう。あ、途中で切れたからか。そういうことか。
おはよう。一度切れたからか。未来人だと言葉が変わりすぎて話が通じると、そうなのかな。でも江戸時代とかだったら話しそうだから、数百年とかな、200年とか300年とかならいきそうだけどね。さすがに1000年も違えば、だいぶ違いそう。でもいや怖いよ、怖い怖い、いつも生きてて怖いこといろいろあるよ。おはようさん、おはよう。そうそう、ランキング読もうかな。さあちゃんはお化けは信じないよ。お化けは信じないよ。おはよう。じゃあランキング見ましょうかね。リーさん、ペンライトありがとう。奈良時代？え、わかんない、変わるかもね。後ろにいないよ。ランキングはもう13位、もや太郎さんありがとうございます。12位カズさんありがとうございます。11位ユーリさんありがとうございます。10位ウォーターさんありがとうございます。9位流れ物さんありがとうございます。8位ヒョウさんありがとうございます。7位マツさんありがとうございます。6位猫の奴隷さんありがとうございます。5位ルカさんありがとうございます。4位ミツさんありがとうございます。5位4位、あ、3位ヨシーさんありがとうございます。2位マモルンさんありがとうございます。そして1位テュエールさんありがとうございます。ありがとうございました。それではありがとうございました。バイバイ、ありがとう。では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 と言っても、まずもう8時だ。ありがとうございました。